つ。お前は言ったな、エスタロッサの記憶が思い出せぬと。わしも同様に思い出せんのだ。魔界での日々すべてを未だ鮮明に覚えておる。にもかかわらずエスタロッサのことは何も思い出せん。奴について覚えていることを口に出してみろ。魔人王の息子でありながら闇の力を有せず生まれ、虫を殺すことすらためらうほどの小心者。それを憐れんだわしがエスタロッサに戒言を与えた。やはりな。どういうことだ。わしを含めエスタロッサを知る全ての者がたばかられているようだ。やつめ、やってくれよったわ。やつ、まさか。エスタロッサ、いや、あの男は。聞いてくれゴーセル、聖戦を終わらせるために私は今から全生命全魔力を引き換えに禁呪を発動させる。禁呪？それはたった一人の男の記憶とそれを知る全てのもの、神々すらの認識を変えるものだ。本当に聖戦は終わるの？ああ、それほどに男の存在は強大なんだよ。この禁呪が成功すれば女神族は常闇の棺を使わざるを得なくなる。そしてそのためには少しだけ魔力が足りない。お前にも力を貸してほしいんだゴーセル。いいよ。許しておくれ。子であるお前にこんな重い罪を背負わせてしまう私を。なぜエスタロッサか。作り変えた認識は二度と戻ることはないのか。マリンさん。可能性はわずかにだがある。禁呪にかかった者の認識は共有される。てめえだけは私の手で。エスタロス、なぜだ。ありえない。わ、マイルの顔が思い出せない。みんなの様子が変だ。仮にそのうちの一人に何らかのアクシデントが起こり心火が生じれば。団長、大丈夫ですかマリンさん。エスカノル、今のうちに神器を。はい。全員の認識が徐々に、やがて一気に決壊する。エスタロッサ、誰だてめえは。そういうやつは実界にいねえ。エリザベスを返しやがれ。気づきは疑問に。エリザベスは俺のだ。兄貴がエリオダスが悪いんだ。疑問は確信。俺の兄さん。エスタロッサ、あなたが勘違いしているのよ。メリオダスは弟を傷つけるような嘘はつかない。彼はいつだって気にかけていたわ、ゼルドリスのことを。俺はどうにかしてゼルドリスとゲルダを救ってやりて。そうね。でもあなたは本当に弟思いなのね。ゼルドリスはたった一人の弟だからな。どういうこと。じゃあエスタロッサは。
またお兄さんと喧嘩したの？違う、みんなが私を虫一匹殺せない腰抜けだって。そんなこと気にしてるの？でも私が兄の顔に泥を塗っているのは事実です。その犬は？ちょっと、この子怪我をして動けなくなっていたの。名前はあるんですか？エスタロッサ、メリオダスがつけてくれたの。いい名前でしょ？そんな、エスタロッサがあの子犬の名前？どうしたの？変な顔して気に入らない？あ、いえ、別に。じゃあ、あなたは誰なの？そんな、その姿は？いい名前だと思います。あなたはまさか？いよいよ彼を知る全員の記憶があるべき姿に戻る。魔人族としての記憶は女神族としての記憶に、兄メリオダスとの思い出は兄リュドシエルとの思い出に。万が一の場合は俺が止める。ゴゼル？この命に変えても。それがゴーセルと共に背負った俺のもう一つの罪と責任だから。実家エスタロッサなど花から存在しない。みんながそう認識していたあの男の正体こそ、バカな嘘、嘘。四大天使マエルだ。